じゃあ西岡さんよろしくお願いします。はい。みなさん、こんばんは。こんばんはオープンキャンパスにお越しくださりありがとうございます。ABU の西岡と申します。ちょっと学長が。 電波が悪いところからなので <laughs> <laughs> 私が代わりに今日はご挨拶させていただきたいと思います。今日は石川直弘さんの講義で、はい。皆さん、初めましての方がほとんどですが、あの、すご私も受講生としてこの講義を受けたことがあるんですけど、本当にあの、身になるすごくいい内容になっているので今日は楽しみにお聞きください。はい。それでは、皆さんよろしくお願いします。はい。いきなりハードルありがとうございます。高くしていただいて。<laughs> はい。 改めまして、こんばんは。はい。えー、本日ですね、講師を務めます、石川直弘と申します。あの、後ほど自己紹介はさせていただこうかなと思うんですけど、まあ、この ABU にはですね、えっと、6期から受講生として、そして8期、9期と、あのー、この講義のところで講師を務めておりますで。せっかくなのでですね、皆さんここにいらっしゃる、ちょっと自己紹介があったらいいですかね。お願いして、人数も少ないので、 あのお名前とあと現在どんな活動をされているかということとあと今日参加する意気込みみたいなこの3つ聞かせて頂ければと思いますけど一番最初に入ったじゃあ小林さんからお願いしますはいありがとうございますと皆さん初めまして、えー、小林幸喜と申しますと今自分はですねあの背景から見ても分かると思うんですけど日本ではなくてイギリスのリンカーンというところにおりまして 来た目的というのが、あの林間大学の大学院でスポーツビジネスを勉強するために、こと年の9月から来ました。自分の目標としてはやっぱり、あの日本のサッカーであったりとか、J リーグにこう貢献をしたいなと、ただ、あの知識であったりとか、経験がまだまだ足りないので、まあ、こういう新しい場所でこういろいろ吸収して勉強したいなと思って来ました。 でまあ今日あのー、参加した目的というのはやはりこうスポーツビジネスに関わる方であったりとかまあそれだけではなくてこういろんな意識を高くあのいろんなことを吸収しようと思っている方々とまあよりいい関係性を築ければなというふうに思って参加をさせていただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございますあの小林さんは FC 東京でですねあの今活動をちょっとまた自己紹介させてもらうんですけど。 あの、クラブコミュニケーターとしても活動してまして、そのクラブコミュニケーターアクションという、まあ、地域社会の中での課題だったりとか、あの、サッカー以外のところで一緒に活動する機会の中で、ゴミ拾いとか畑だったりとか、実際に ABU のあの、中田さんにも来てもらいました、西岡さんにも来てもらいましたけど、ナオズファームの方にも来ていただいたりしている方です。よろしくお願いします。お願いします。そうしましたら、じゃあ次入っていただいたナナさん。いいですか 皆さん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。現在、女子サッカーの w ーリーグの野島ステラ神奈川相模原というチームに所属しています。常田奈々です。私自身、この8月に、ナでシコリーグの以外不飼育の一名というチームから、この w ーリーグの野島に移籍してきて、まだプロとして3ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、 今25歳で今まで本当にサッカーしかやってこなくて、まあ、社会人という年齢になって結構サッカー以外にも目を向けるようになってでもまだまだその競技以外で社会に貢献することとかその社会との接点っていうのがなかなかなくて、まあ、そういう不安もあったりその中でたまたまこの ABU っていうの WE リーグのチームで配られた冊子みたいなので見かけて 見ていったら先輩とかもやっててすごい興味があることだったんでちょっとやってみようと思って今回参加させていただきましたでいろいろちょっと自分自身もわからないことがいっぱいあったりいろんな大人の方とか違う競技の方と関わる機会で結構自分の幅を広げていきたいなと思っていますよろしくお願いします よろしくお願いします。なんか差し、中田さんあれですかなんか WE ーリーグの方でもこう出し,出してっていうか、そういうチラシみたいなのやったんですかいや、あの J リーグの選手会さんからの依頼で、<ー> J リーグのオフィシャルハンドブックはい,はいはい、あ、ハンドブックの方ですね。ハンドブックに、うん、そうそうそう。それ今年から WE リーグにも配られることがあって、それを見てくれたみたいな。なるほど。ありがとうございます。<laughs> あの、 J リーグの選手会の理事も僕もともとしてたので、その冊子をこう、ね、作ったりとかあの、そういったのも自分で一緒にやってたので、そこでだったんですね。ありがとうございます。はい、では、伊藤さん、よろしくお願いします。あ、あの、皆様、こんばんは。あの、のははじめまして。えー <coughs> 今回ありがととうございますあの伊藤樹と申しますす伊、え、藤、ー、樹申し ABU につきましてはあの昨年、えー、と中田さん学長からですねあのちょっと、えー、ご紹介をいただきましてで、えー、と何回か実はあの講義も受けさせていただいてまして今回あの、えー、と10月のもうすぐですね来週再来週から始まるメンター育成セミナーからちょっと、えー、一緒に 上演させていただいて、まあ、サッカーのビジネスであったり、あの、まあ、スポーツか、業界全体のビジネスを学んで、えー、まあ、来年以降ですね、私の方で、まあ、事業化できるように、あの、ちょっと取り組んでいきたいなということで、あの、今回参加させていただいております。ちょっとまだ未熟なところはあるんですけども、あの、皆さんのいろんな知見ですとか経験などを、あの、吸収してですね、早く自分のものにして。 あの今後ちょっとまた皆さんと将来的にはあの少しでも肩が並べられるような形であの一緒に、えー、ビジネス等できればなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、中田さんとはどういうつながりだったんですか、最初は。えー、最初はですね、あのーえー、アナウンサーの,あの田中大樹さんのところにちょっとあのー、えー ご相談、まあ、スポーツの分野のご相談をしたところあの、中田学長のご紹介いただいて、そこからちょっと、あのーえー、定期的に連絡のほうも取らさせていただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。では、早速、まあえーとなんだ、講義というか、あのー、進めていきたいなと思うんですけど、ちょっとあの画面の方も共有させてもらいながら進めていきたいなというふうに思います。かかか見えなかったりとか 途中で声が、えっと、止まっちゃったりとかって何かやったら、いろいろあの教えてくれればな、というふうに思います。<laughs> よろしくお願いします。はい。今見えてますか大丈夫ですかはい。はい、ありがとうございます。ますはい。ありがとうございます。えー、っとですね、僕の講義はですね、あのビジョナリーに生きる心の矢印革命ということで、まあ、今、あの伊藤さんおっしゃってたんですけど、スポーツビジネス、まあ、あの小林さんもそうなんですけど、 まあそこでこう、まあ、しっかりマネタイズしながらっていうこともそうなんですけど、まずそこで働く人たちのマインドだったりとか、あのー、自分の心の矢印の向け方っていうところをこう変化させていこうよみたいな、まあ、そういう組織の中での子っていうところに意識を向けて、えー、その心を変えていこうよというか、もともとある心っていうものを知っていこうよみたいな、まあ、そんな、あのー、 まあ話をしながらということで、え4つ講義がありますね。あの90分の講義を4講義、えー、行わせていただいてます。えー、ちょっと自己紹介もさせていただこうかなと思うんですけど、えー、っと現在42歳で、まあ、ちょっとバーッと書いてあるんですけど、もともとサッカーをやってまして、えー、高校卒業して横浜 F ・マリノスというところでプレ、えー、デビューをして、現在はあの石東京にいるんですけど、 えー、15年間、ヨシ東京でもプレーをしました。で、引退をして、えー、現在はヨシ東京のクラブコミュニケーターという形で、まあ、主に地域と社会とクラブをつなぐ役割あの、そこにはステークホルダーさんだったり、ファンサポーターの方、えー、スポンサーだったりっていうところの部分をつなぐところと、まあ、あとは中ですよね、チームの中、クラブの中の一体感をどう作っていくかということをさまざまな手段の中で行っております。えー、その手段の一つとして、農業、今取り組みをしています。まああの FC 東京のホームタウンでもある、えー、東京都三鷹市、えーまあ、あの小林さんにもお手伝いいろいろいただいてますけど、というところと、あと、ナオズファームという長野県の飯縄町というところでも農業をしています。まあ、一応現役の写真は、この感じで持ってきましたけど、あのーまあ、自分の、あのー、やっぱりプレーのする中での心の矢印、あのー、の向き方っていうのは常に えー、外に向いたり内に向いたりなんていうことを、まあ、自分の中であの客観視しながらプレイしてたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その辺りもちょっとその心の矢印っていうところは話はしていきたいなというふうに思います。で現在はですね、まあ、活動的にはその地域社会とクラブをつなぐみたいなところで、まあ、サッカー×まるというテーマで行っていますけどこれはまあサッカー×るのサッカーの中でのまあ共生社会の実現だったりとか、えー、社会に対する その思いを伝えていくっていう部分でも、あのサッカーってあの7つ、えー、っと障害者サッカーという部分であるので、まああの、ブラインドサッカーだったりとか、電動車椅子だったり、あとは上司化詞欠損のあるアンプティーサッカーだったりとか、あとはあの耳の聞こえないレフサッカー、あの先日の、えー、世界選手権で準勝を実はしたんですけど、まあ、そういったコミュニケーションをどう図っていくかで。で まあ、そういう、あのー、障害がありながらもサッカー楽しめるよねみたいなところの部分での普及活動を行っていたりとかですね。まあ、あとはサッカー×まるっていうと地域の中での、えー、サッカークラブの在り方っていうものを、えー、畑を通じて、えー、地域と社会とつながるような取り組みをしています。これは三鷹市と、まあ、あとは狛江市と、まあ、左の下の写真は選手たちと練習場の近くをごみ披露したりとか、あのー、今日はナナさんが 言ってくれましたけど、なんかこう、社会とどうつながるかみたいな、あのそういったところの部分を、まあ、自分の住んでるとか、お世話になってるホームタウン近くからこう活動していくみたいなところを、えー、やっています。まあ、あとは農業ですね、これ、飯綱町というところなんですけど、まあ、真ん中の下の写真は、もともと A 代表でもプレーしてたあの増田千佳シという選手が、まあ、これは来てくれたときなんですけど、まあ、アスリートが、 あのその競技以外のところで、どんな価値を地域社会に生み出せるかみたいな、まあ、それを農業でやっていこうよみたいな、あのそんな観点で、えー、取り組みをしています。で、次の写真は、まさに右の下、ABU、西岡さんもチェックのネイルシャツを着ていらっしゃいますけど、ABU の、えー、受講生と講師の方に来ていただいて、あのこの畑で心を耕しながらあの、コミュニケーションを図るみたいな、はいまあ、そういった取り組みをする場に。 えー、自分の中でこう作ってみいていますで。先日はですねそこでまあサッカー大会も開いたりとか、まあ、今後は地域の子どもたちにどうそういう,こうアスリートとの接点を作るかというところを、まあ、サッカー以外で、例えば西岡さんだったらフェンシングともとされてたので、えー、フェンシングでそういう子どもたちに体験をしてもらうとか、まあ、ヨガもされているので、まあ、こういったグラウンドのピッチの上でヨガをしてもらうとか、まあ、そういう,こう横のつながりがまた a b にも生まれているので。 えー、そういうアスリートの、えっと、新しい価値っていうものをこう地域社会でこう力を発揮してもらうような、まあ、そんな取り組みを考えています。はい。でですねあの、ちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけど、あの口頭で話し,しながら進めたいと思うんですけど、これは実際にあの中田学長に、えっと、このシラバスをこう作って、こういうような授業をしたい、講義をしたいっていうことで、あのー、これ出させてもらいました。で、テーマとしては、 今、世の中が本当不安定で不確実なこう現代の中で、まあ、あの本当にアスリートって、こういう世界だからこそ輝けるんじゃないかな。それでなぜかというと、アスリートって、不確定不確実な中でこう競技をやってるんですよね。奈、ま、々、あ、ちゃんもそうだと思うんですけど、何が正解かもわからないし、まあ、そういった正解があるのか、いっぱいいっぱいあるのか、まあ、ないというよりはいっぱいある状況の中で何を選択して。 どうアクションを起こして、どうつながりをするみたいな、まあ、そういうマインドをどのように作っていくかみたいなところを、まあ、テーマに、えー、この講義はしています。まあだから、えっと、現役の選手たちが、やっぱその今の競技に対して、どうパフォーマンスをためていくかともそうなんですけど、引、ま、退、あ、した後にあのに、今の世の中的にもやっぱり不確定、不確,不確実、これ、競技やってる時と一緒だと思うんですけど、 やっぱそういう社会の中でどう輝けるかっていうことを、まあ、あの手段は変わるとは思うんですけど、あのマインドは一緒だよね、みたいなところをあの共有していくのがこの講義になるということです。で、その中で細かく言うと4つありまして、まあ、自分を知っていくこと、えー、自分を知る中でコミュニケーションを図って、まあ、他者というか今回こう参加していただいたりするメンバーのことを知ることもそうですし、まあ、あとは自分のビジョンって何かな、みたいな、あのそのビジョンを作っていくような作業をします。 とというところとあとそういうようなこう、なんていうんですかね、ビジョンを持った中で、今度は組織の中で、あのそれぞれが、まあ、あの今度は自分が組織に入ってこう活躍するために、世の中でこう出ていって活躍するために、どんなことが大切なのかなみたいなところを、あのー、最後、発表しながら、みたいな、はい、そういうテーマで、えー、進めていきますで。今日はですね、ざーっとこう、ちょっとあの僕がしゃべっちゃうことが多くなるんですけど、 あの最後、時間があれば、あの自問を知るっていうところでの、あのー、少しループワークをやりたいな、なんていうふうに思ってます。ちなみに、このビジョナリーっていう言葉、あのビジョナリーに生きるみたいなところは伝えさせてもらったんですけど、ななちゃん、ビジョナリーってどんな意味かわかりますイメージできますわからないで、ね、す。<laughs> ありがとうございます。<laughs> すま <laughs> 僕も <laughs> <laughs> あの言葉で伝えるのってすごい難しくて、なんとなく感覚では思ってたんですけど、小林さん、伊藤さんどうですか、ビジョナリー。なんかこう将来のビジョンを持ってこう活躍できることとか、そういう人っていう,うイメージがありますあ。ありがとうございます。伊藤さん、どうですかねそ。そうですね、やっぱり、まあ、ビジョンって書いてあるのは、やっぱり、まあ、あの目標というか、まあ、そういった先の 自分がやりたいこととかを、がしっかり明確化してて、まあ、それを野心を持って、まあ、実行、実現するような意味合いでしょうか。ああ素晴らしい。ありがとうございます。まさに、あの、そういった意味なんじゃないかなと思います。あのー、まあ、それを訳してる和訳なんかもあるんですけど、先形の名があるという意味らしいです。あのー、まあ、ちょっともう少し細かくすると、まあ、仕事において他の誰もが気づかない独創的かつ先形性のあるアイディアを考えて、まあ、ビジネスとしても。 それを具体化して、現実化してっていうことで、まあ、影響を与えていくような人っていうと、なんかちょっとあの難しそうに感じたりすると思うんですけど、あのー、一番このビジョナリーに生きてるのって誰かなって、僕、いつも思うのが中田さんなんですよね。中田さんの自分がこういうような ABU、アスリートビジネスにやっていきたいっていう思いっていうのは、実はそのストーリーが でそこにやっぱ熱量だったりあの、こういうふうな社会にしていきたいみたいな思いっていうものを重ね合わせた中で、こう自分独自の、えー、オンリーワンの姿の中でこうチャレンジするで。それが正解か不正解ってのも正直わからないんですけど、でもやっぱり思いを持ってやっていると、まあ、僕みたいな、あの西岡さんみたいな、あのここに集まる皆さんのような人たちがこう集まっていってで、同じようなビジョンを描きながらこうアクションを起こすみたいなあの、それこそがまさにビジョナリーな生き方なんじゃないかなと思っています。 生み出していくの結構大変だったりもするんですけど、でも必ず人にはストーリーがあって、えー、そのストーリーに対する思いと、あとは自分がこういうふうにしていきたいんだっていう熱量を掛け合わせた形、まあ、そういう人たちがビジョナリーなんじゃないかなと思ってます。で、このビジョンとかビジョナリーってなぜで大事なの,かな,なのかなっていうふうなことを、まあ、ちょっとこう問いかけて、えー、いくことをあの受講生の中にするんですけど、 ま,あまさにあの先ほど話をした、こう、激動深くえ不確実な、左側ですよね、よくブーカなんて言われる時代なんですけど、あの、本当に激動で分からず、先が分からない、今日やってきた正解がもしかしたら明日になったら、正解になってしまうかもしれないみたいな、なんかそういう中の生き方、世の中の中で、今必要とされているのが、この右側のベイだと言われる必要性、で、ビジョン。 えー、エデュケーション、えー、ダイアログ、そしてアクションと、まあ、この頭文字を取ったのがベーダーということなんですけど、まさにそのビジョンを描きながら、それを、えー、共有すること、そして共に育んで、育む上では対話が,対話が必要で,で、その対話をする中で、今度、じゃあ、今度やこういうことをしていこうよみたいなアクションを起こす、まあ、これをこう繰り返しやっていく人たちっていうのが、まさにビジョナリーで、この世の中に多分必要不可欠になってくるような存在なんじゃないかな。で、実際、これはアスリートってやってるんですよ。 あのーまあ、目標に向かって、それが目標がまあビジョンということもそうなんですけど、まあ、そこでどういうことをしていかなくちゃいけないのかねみたいなところから、まあ、対話をしながら、今度練習だったり、試合するみたいな、まあ、このサイクルが非常にアスリートって早いので、まあ、そういうことを繰り返しているアスリートたちが、やっぱ次世代、今の,そのこれからの世の中をあの引っ張っていく、リードしていくような、あのー、そこにはしっかりとした整理だったり、言語化っていうのは大事だと思うんですけど。 あのそういったことを可能性を秘めているのがまさにアスリートなんじゃないかななんていうふうには思ってます。はい、僕もまさか農業をあの今の立場でやるとも思ってなかったですしあの農業が正解か不正解かなんて分からないんですけど、まあ、そこに熱量があってえこういう仲間たちとこうしていきたいんだみたいなところのビジョンが思い一緒に描けるとあの、まあ、そこにかかる人たちも喜んでくれたりとか新しいエネルギーが生まれたりとか。 新しいまたビジョンが生まれたり、まあ、そういう,こう、えー、きっかけになるような、まあ、あの授業というかあの、講義にしたいなというふうには思っています。で、具体的にどんなことをするのかなというのもちょっと話していきたいんですけど、あのまあ、ちょっと右の上にビジョンというふうに、えー、表現をさせてもらいました。で、えーとまあ、この講義では自分を知るということ、仲間を知るということと、自分のビジョンを見つけていこうということ。 で、その自分を知りながらビジョンっていうところをつなぎ合わす。この自分を最大限生かすっていうところにフォーカスをして、このフォーカスの中で2つやることがあります。まあ、4講義の中で2つやるんですけど、そのうちの1つがオノマトペワークという自分を知る、まあ、感覚的な、えー、なんていうんですかね、あの、捉え方で自分を知るっていう。そして、あとビジョンフレームというものを、えー、制をします。 はい、これも後ほど説明します。まあ、要するに自分が何をしたいのか、どうありたいのかということを、まあ、自分の中でこう作ってですね、それをまあ自分に問いかけたり、今度は仲間にこう伝えたりしながら、えー、で一緒にこう共同できるところは共同していく、共鳴していくえ。そうすることによって自分も輝くし、仲間も輝くよみたいな、まあ、これもまさにアスリートがあの日頃、えー、ピッチの上で行っていることと一緒なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その価値の変換というか、こう手段の変換というのを あのどうするかっていうのが例えばサッカーだったのが農業になるとかいろいろそれぞれ手,手段はあると思うんですけどあのそういったきっかけになるようなこうあの気づきを、えー、ここで学んでもらう感じてもらうっていうところですね。で自分が何でそういうふうに自分の心の矢印があっち行ったりこっち行ったりしたかっていうと結構やっぱり競技を通じて心の矢印が内側に向いたり外側に向いたりっていうことを繰り返した時に なんか自分が客観的になってあ、自分がこういうふうにしたいんだなとか、こういうふうなのダメだなみたいな、なんか自分の中でのこう、まあ、ができ始めたんですよね。その物事のきっかけっていうのは、やっぱり挫折とか苦悩とかうまくいかないとか、そういう時にこそ、なんだろうな、まあ、これちょっと器で例えたんですけど、あのー、自分にここの矢印を向けるってことは、なんか自分が作ってる器の形をこう、いろんなところから見てるようなイメージっていうんですかね。あの器を作る段階でですよ。 まあ目の前に何もないこう器の中で、あの自分で自然してもらって構わないんですけど、あの自分がどんな器を作ろうかなっていうのが多分あのビジョンとしてあって、で、今の現状ってどうなのかなみたいなところで言うと、まあ、自分の心の矢印を、まあ、自分に向ける、この器に向けるっていうところで、いろんな角度からいろんな、<laughs> えー、なんだろうな、あのそのお皿をこう整えていくみたいな、まあ、そういうことをするのが自分に矢印を向けることなんじゃないかなと思います。で まあ仲間がいたり、周りがいたりとかして、こういうこと求められたりとか、こういうことをどうしようかなって、こう相談する中で、今度その形をきれいにするだけじゃなくて、いろんな彩りを自分の中で加えていくこと。まあ、この器を作って、まさに彩っていくことこそが、なんか、あの、なんだろうな、自分というものをこう作っていく、あの、一つなんじゃないかな、なんて思います。で、これを作って終わりじゃなくて、この作った器をどう今度使ってもらうかっていうことも大事になってきて、あの、それは、 この器に対しての価値っていうものを周りの人に感じてもらうことを自分が伝えたりとか、逆にこういう色はいいよねとか、こういう形いいよねみたいなことを、まあ、あの周りコミュニケーション取る中で、あ、じゃあこういうふうに自分は使ってみようかなっていうふうなことのつ次へのアクションにつながったりとか、まあ、僕はあのずっとサッカーやってきたんで、サッカーで例える、うん、でもサッカーやってない人にはどう例えたらいいのかなっていうふうなことで、ちょっと器っていうところでこういう例えをしてみました。まあ、要するにその自分がアクションを起こする中で、 周りとつながってあの自分の器の形、色っていうものを見,見ながら、えー、その器だったり色っていうものに対してこういろんなことを言ってもらったりとかする場を自分で作っていくこと、まあ、それって自分の中でのつながりだったり人とのつながりとかじゃあ今度こういうふうにしていこうみたいな今とその先の未来っていうものがつながることだったりその器がどんどんいろんな場所でこうつながっていくと今度地域社会と、えー、自分がつながるみたいな,なんかそのつながるっていう言葉 テーマにする中でつながりの実感こそが、多分その自分があのそこにいるっていう存在意義だったり価値につながるんじゃないかななんていうふうには思ってます。そうなると今度自分がやっぱり、今度こうしてみよう、ああしてみようっていうエネルギーが生まれますし、あのー、今度こういうふうにしてあげたいなとか、こういうふうにしてみようかなみたいな、あのそういう他者への思いやりにつながるんじゃないかなみたいな、そういう存在になっていくことこそが、僕はビジョナリーな生き方なんじゃないかななんて思います。はい。 で、まさに今日皆さん越境だと思うんですよね。あの、いつもいない場所にこう自分が一歩こう踏み込むみたいな。で、あのー、そういうつながりこそが多分新たにな自分に出会うチャンスなんじゃないかななんて思ってます。あの、自分とは違う価値観に触れるとか、まあ、先ほどのその器を作って彩っていく最中に、こういう色がいいんじゃないかとか、 こういう形がいいんじゃないかみたいな。自分が思ってたイメージとまた違うイメージをこ周りの人たちからこう聞けるとか、あの触れてもらえるとか、あの接してもらえるみたいな。そこの一歩を皆さんはもうここで踏み出してると思うんですよね。なので、あの、新たな自分に出会うチャンスがこの ABU には僕はあると思います。で、まあそういったところで ABU と出会っていろんな学びをしていくとですね、感度って高まると思うんですよね。あのー、まあ感度ってそれぞれのトラックトあるんですけど、 ものの見え方とか、こう捉え方が変わってくるみたいな。今まで例えば、じゃあ目の前にこうスマホがあって、僕はスマホをこうやって見てるとしますよね。このスマホの見てるこう角度を変えることによっていろんな気づきがあるというか、物によっていろんな角度があって、自分の見てる角度と周りの見てる角度違うよね。その,あの違った感性を共有することによってまた自分の感度が高まるみたいな。まあそういう気づきを、えー、与えてもらえるのがまさに周りの仲間たちなのかなみたいな。そのつながりと、 えー、感度の広がり、高まりっていうものが、多分自分の成長につながってくるんじゃないかな、みたいな。はい。で、そこに、えー、やっぱりこう、ビジョナリー生きるきっかけが僕はあるんじゃないかなと思っています。なので、あのー、先見の命という話をさせてもらいましたけど、ま,あ、まさにこういった場所が先見の命を生むための、あの、モチベーションになったり、気づきになるんじゃないかな、なんて思ってます。で、感度で言うとですね、 あの感度が高まる時ってどんな時かなって、僕、あの現役中もそうですし、今、引退してからもこう振り返った時に、なんか2つあって、で1つは、やっぱりこう物事がうまくいかないとかとか、あの壁にぶち当たった時あの自分はこういう風に思ってるけど、でもこういう風な今、現状だよねって、自分に矢印向けてこう、えー、反省したり振り返った時に、多分そういう状況の時って、なんかあの弱ってる部分もあるけど、心の感度自体は高まってるんじゃないかなみたいな。 で心の感度が高まるってことは、よりこう次にこうしてこう、あしていこうっていう思考も生まれやすいんじゃないかな。こうとこ考えたら、うまくいかないときって悪いことじゃないんじゃないかな、っていうふうに思ったりもします。であとはもう一つ、越境ですね。あの、今まさに皆さんが普段とは慣れない、越境に身を置いて、こういうことを学ぼうとか、こういう,こう言葉をなんか自分の中で大切にしてみようとか、なんかそういう感度っていうものが、多分今変わってきてるんじゃないかな、なんていうふうに思って で考えると、もう皆さん多分自分に矢印向いてるんですよね。自分に問いかけてみて。はい。で、まあ、あのー、そういう部分で言うと自分を知るっていうところにあの行き着くと思うんですよ。左の下。まあ、それをもう少し、あのー、自分で考えて言語化することも大事ですけど、あの感覚的なオノマトペワークっていうもので、もう少し深掘った上で、えー、右上のビジョンにつなげていくというような流れになります。 なので、えっと、今話したようなことをもう少し具体的にあのやっていくことが第一講義の方で、この一番上の第1講義ですね。はい、の方になります。で、今の,あの右上のビジョンのところは、あのこの第2講義、第3講義でえビジョンを作成して、えフィードバック、あの皆さんに発表して、自分の言葉で伝えて、えー、フィードバックをもらうような、そんな時間です。これはちょっと時間があれば、後ほどみんなで。 やりたいなというふうに思ってるんで、ちょっとあの先に進めたいなというふうに思います。西岡さんも僕の受講してもらったときにオノマトペ、あのー、で自分の感覚的な自分の何てうんですかね、スタイルを伝えてもらったりしたんですけど、ちょっと時間があれば後で一緒にやってもらえればなというふうに思います。で、まあビジョンのところであの作ったビジョンフレームっていうものを作った上で発表もしました。じゃあ今度は自分のビジョンと 他社のビジョン、仲間のビジョン、組織の中でのビジョン。多分それぞれにビジョンって会社ってあると思うんですよ。ちなみに、あのー、今で言うと小林さんは今自分でアクションを起こして、一人でっていう会社とかではないもんですね。あ、そうです。もう自分で。そうですよね。って感じで、はい。はい。伊藤さんはどうですか会社に属してるというか、こう。 そうですまだあの会社に席を置いてるんです、まあ、あの近い将来、あのまあ個人事業主から、少し大きくして事業化して、まあ、自分の会社、株式化したいなっていうのを考えてますあ。ありがとうございます。奈々ちゃんはあの、クラブにビジョンってあって、そのビジョンってどんなものかって知ったりしてる そうですね。最初の,あの説明会みたいなので、一応全員に共有はされています。お素晴らしい。一応共有はされた。はい。それを普段どれぐらいなんかイメージしてるとかあるあなんかあんまりそれを意識はしてないです。ですよね。はいそんな ことをイメーーージししてててててプレーしてる選手はは多分 J リーガーウィリーガー含めて1割いないいいななんじゃないかなっっう,うには <laughs> <laughs> 思ってますこれはあの、えっと、選手だけじゃなくてビジネスサイドにも言えるんですよ。結構トップダウンなので上からじゃあこういうビジョンでありますよって言われるけどいやそうは言うけどさっていうふうになってしまう。これすすごいもったいない話でなんかミッション、ビジョンとかバリューとかいろいろあるんですけどでもやっぱりそこって自分が組織の中で一員として働いてます。 チームとししててプレーしてますでこのクラブとしてこういうとこを目指すんだってビジョンがあるにもかかわらず、どうしても選手って個人事業主だから、自分のビジョンの方をメインになって、クラブのビジョンだったりと重ね合わせる機会っていうのが少ないように思うんですけど、でもやっぱ組織にいる以上は、その組織に、まあ、寄り添うというか、近づいていく自分から。で、自分のビジョンっていうものを明確にして、えー、クラブのビジョンっていうものをしっかりと明確に把握して、そこを重ねていく。 その重なる部分の面積が大きければ大きいほど、多分クラブからは大事にされて、チームからは愛されて、ファンサポーターからは応援される。なのであの、まずはクラブのビジョンを知ることもそう、組織のビジョン、会社のビジョンを知ること、あとは自分のビジョンを明確にしていくこと。で、そこの重なりっていうものをコミュニケーションだったり、まあ、寄り添う中で作っていくっていうのが、あの多分これはどの組織の中に属する選手だろうが、スタッフだろうが、ですごい大事なことなんじゃないかなと。 と,いうところでこの第4講義では、その組織の中で自分を生かすっていうところで、あのどんな生かし方をしていった方がいいのかなとか、どんなマインドであのチャレンジすべきなのかなみたいなところ、まあ、これは今、重ね合わせるってことも一つの,あのアクションの一つだと思うんですけど、あのそういったところの講義を、はい、します。まあ、あの、ビジョンフレームってすごい分かりやすくてあの、後ほどまた説明するんですけど、あの、 クラブにとってのビジョンフレームっていうのを作っても面白いかな。いろいろこう言葉が並んでて、例えば、あの、こういう自分は何者かみたいな、じゃあどうありたいかみたいな、何をやるかみたいな、どのようにやるみたいな、いろいろあるじゃないですか、言葉って。最近で言うと、ビジョンがあって、ミッションがあって、バリューがあってとか、じゃあ,あの、そこにマイルストーンって自分の目標だったりっていうのをこう、クラブもそうだし、自分も作ってみたいな。ただ、なんかそういうのって、なんか言葉ではわーって並ぶけど、そのイメージっていうものをどれだけできるかなので、 そのイメージをしやすいように、このビジョンフレームを使って、何、えー、ていうんですかね、あの自分を知るっていうことだったり、あの周りに伝えるっていうことをしていくってことですね。はい、これは組織においてもそうですし、えー、自分の中でのビジョンを作成する上でも必要になってくることかなと思います。このあたりも第3講義、第2講義、第3講義でやるので、ちょっとここで話はすべてはできないんですけど、あのこんなビジョンフレームを作るよみたいなところの話、紹介をさせていただきました。 すごいシンプルなんですよ。丸1の自分のありたい姿っていうものを明確にして、必ずそこには理由があって、じゃあその理由の上でビジョンを作成しました。じゃあビジョン達成に向けてどんなことをしていきますか。まあこれ4と3っていう数字があるんですけど、これはどちらでも順番的にはよくて、まあこのキーアイディアっていうのは何をするかってことですよね。手段ってことです。目的はやっぱりビジョンっていう。 で、それを達成したときに、どんな人たちがどのようにハッピーになっているかということをイメージしながら、なんていうんですかね、こう、普段のアクションにつなげるみたいな。はい、これを作成するのが第2講義、第3講義です。まあ、このあたりもその講義の中でビジョンフレーム作成するときに、まあ、一つ一つ説明しながらという、えー、れになります。ちょっとここはまた、あの、興味があればぜひ、 授業を受けてもらえればなというふうに思います。真っ白ですからね、最初。でですね、なんでこれ自分があのこのビジョンフレームを作ってあのよかったかなっていうと、実は僕、現役の時からこれやってたんですよ。あのこれは僕が2017年引退する年なんですけど、2015年にこのビジョンフレームを用いたこうファシリテートしてくれる人と出会ってですね。で そこから自分が受講して、このビジョンシート作成に至ったんですけど、小林さんもよく分かっている通り、2017シーズンは僕が引退した年なんですけど、引退した年っていうのがめちゃくちゃ関係性の質が悪い、チームとして最悪なシーズンを過ごしていてですね、その時に自分は怪我でサッカーできてなかったんですね。実は2年半リハビリをしてまして、プレーはできないと。 だけどやっぱクラブにじゃああ自分がいる意味って何なんだろうかとか、じゃあこのクラブが僕は出てい,いようが出ていまいが、このクラブのビジョンに対して自分がどう貢献できるのかみたいな、なんかそこをこう整理していったのが、整理っていうかこれまあ、あのままあ、整理とまでは言えないですけど、あのー、まあ書いてみたっていうのが一番最初のこのビジョンフレームになりますね。まあ、その当時は FC 東京って、まあ、強く愛されるチームを目指してっていうのが、まあ、ビジョンというかクラブの。 まあ理念だったりもしたので、じゃあ、そのために自分にできることは何かなみたいな。そもそもそれってなぜなんだろうみたいな。あの、左の下の Y って書いてある、まあ、丸2のところですよね。IC、まあ、東京が、その頃結果が出てなかったんですけど、IC、まあ、東京の力ってまだまだこんなもんじゃないみたいな。で、まあ、今、悪い状況だけど、それをよ,よきことだと思えるような取り組みを、真、ま、ん、あ、中の子手段の中でしていくみたいな。 まあ僕はプレイヤーだったので、まあピッチに立つ帰るきするっていうところで自分のあるべき姿を見せるっていうことを、まあ、あの、手段として、で、それをやった結果、右の方のまあファンサポーターが、あの、FC 東京の一員として誇りを持てるような、まあそういう取り組みをクラブと一緒にしていきたいみたいな、まあ、ざっくりとですけどね、あの、こういうような形で選手の時は、ちょっと整理をしながら書いてみたり、まあ、あとは引退してからですね、 2020年ってなってるんで、僕が引退して2017年で、18年から吉東京クラブコミュニケーターを務めてるんで、えー、18、19、23年目の、しかもコロナ禍の時ですね。ちょうど。何しようかな、このコロナ禍で、みたいな。なので、なんかきっかけがあったり、そういうちょっとネガティブな要素が起きた時に、結構このビジョンフレームを見直したり見返したりする、あの、きっかけにはなてますね。はい。ちょっとさらっと流しちゃいますけど。 で、あ、もっと具体的にしてみようって言って、あのー、これも1ヶ月後ですね。またビジョンフレームをちょっと作ってみました。もう字がちっちゃくて僕も説明しづらいんですけど。<laughs> はい。あの真ん中に書いてある、ちょっと濃い文字で書いてある、名前も決まってなかった、この一緒にやろうぜプロジェクトみたいな。これがまさに小林さんと一緒にやってる CCA、クラブコミュニケーターアクションの,あの名前の変更になったですね。はい。 なので、まあ、自分の整理のためにもそうですし、周りにこうどう伝えるかっていう部分でも、このビジョンフレームってすあの便利なんじゃないかな、なんていうふうに思ってます。で、まあ、最新版がこんな感じなんですけど、まあ、真ん中にまさに越境っていう手段、えー、どうやるかっていうキーアイディアなんかでも、サッカーかけるまるっていう、まあ、具体的に今もそのアクション、えー、実際にその手段として、あのー、やらせてもらったりしてるので、まあ、その理由っていうのが右の上のビジョン。 成長曲線変えてくみたいな、感度の高い人たちを多く作るみたいな、で共にそういう部分を育んで、なんていうんですかねあの、豊かな人生を作っていくみたいな。だからここになんか優勝するとかっていうの正直書いてないんですよね。こういうことをした先に優勝があったら、もっとみんな彩,彩られるよねとかあの、もっとなんだろう、感度が高まって、もっとモチベーション高くなって、もっとエネルギーシになるよね。でもそのベースになるような感度がないと。 成長できないよねみたいなところが、あの僕の中ではビジョンとしてはあるので、優勝するっていうことは、ここまで不適ではなくて、まあ、手段なのかもしれないですね。はい。まあ、こんなことを繰り返しながら、こう、ちょっとこう整理していくみたいな。やっとここで真ん中にクラブコミュニケーターアクションっていうのが出てきましたけど、あの、このビジョンあたりっていうのは、このビジョンフレームを作ることだったりとか、自分を知るっていうオノマトペ、これからちょっと後でやろうかなと思うんですけど、 あのこういったことを、実はこの ABU の、えー、と講義だけではなくてあの、これをちょっとうまくこう使いながら、FC 東京の、えー、若手選手にやったりとか、あとは FC 東京のビジネススタッフに、今、第5回ぐらいまで行ったのかなもう全ビジネススタッフにそれをやって、みんなでビジョン共有して、自分のビジョンと重ね合わせる機会っていうものを作って。まあ、それが一つの手段ではあるんですけど、この真ん中のキーアイデアですね、はいまあ。これはちょっと、あの、 えっと、シートが少し古,く古いやつなんで、あのー、ビジョンの、あのー、今、東京が熱狂っていうビジョンって、またちょっと昔の、この、FC 東京はサッカー文化を作るっていう、ちょっと昔のやつなんですけど、はい、基本的には、手段としては、今やってることに通ずる部分なんじゃないかな、なんていう,ういで、こういうなんかビジョンフレームを作ると、ちょっと先ほども話もさせてもらったんですけど、まあ、伝えることもそうですし、なんか描いて語って、 そしてそれを解いていくみたいな、そういう力が捨てられるんじゃないかな、なんていうふうに思っています。なんかこう、ビジョン自分のビジョンこうで、じゃあ、えーと、ミッションこうで、バリューこうで、みたいな言葉で言うよりも、まあ、あのビジョンフレームの中でこう、それを説明していった方が、人には伝わりやすかったりとか、あと自分の中で整理して描いていくことができるようになったりとか、まあ、あとは逆に同じ、あのー、ビジョンフレームを用いて描いてる人がいれば、えー、これどうなんですか、何ですかっていうところを問う。 説明を引き出すようなこともできるんじゃないかなみたいな、なんかそういう力もあるんじゃないかなと思ってます。なので、ビジョンフレームができたら、今度、描いたら、今度、語っていく、その語ったものに対して自分が今度、アクションを動いていく、この繰り返しの中でビジョンが大きくなっていくいこれは組織においてもそうですし、個人においても、えー、そうなんじゃないかななんて思ってます。まあ、内省して、そして行動して、えー、反省、習慣、 まあその繰り返しの中でビジョンが育つっいうですね。で、さっきナナちゃんに言ったように、この自分語とか、あのクラブ、組織の中でのビジョンっていうものと、自分が望む世界、自分の姿っていうものをこの重ねる、この、えー、ブルーのところですよね。これが重なれば重なるほど、あのー、クラブイコール自分、自分イコールクラブ。まあ、そういうような自分語とかにつながると思うので、あのー、いかにそこの重なりを増やすか。 で結構すごいい難しいのがあの仕事っていうと自分の人生なのに仕事は仕事プライベートはプライベートって分ける人って結構いるんですよ。だからそれはそれであのいいんですよ。仕事ってきついから仕事はこっちに、えー、と心を無にしてやります。でプライベートはこう自分のフレッシュ楽しみますみたいなこのオンとオフみたいなところを作るのもいいんですけどでも僕ってそれってナンセンスだと思ってて。 せっかく自分の人生なのにそれを分ける必要ないじゃん。自分の人生、仕事も人生、遊びもプライベートも人生。でそれがこう重なる機会が増えれば別に仕事、プライベートって分ける必要ないし、自分は自分でいられる時間っていうのが僕はそのままでいいと思ってるので、変に変える必要もないし、それこそがやっぱ自分らしさなんじゃないかなと思うので、あのー、そういった世界をこう変えていくのも まあこのビジョンフレームを使ったりとか、自分を知るってことの中で、こう重なりを作る、あのきっかけをどう僕が作っていくか、それを広げていくか、いいんじゃないかな、なんていうふうに思っています。はい。で、まああの、えっと、ちょっと時間も時間なんですけど、組織の中で自分を生かすというところで、あの最近自己肯定っていう言葉はよく聞くんですけど、なんか間違ってても肯定しちゃうのって違うなと思ってて、やっぱそもそも、 まあ自分が存在してるってことをちゃんと知るっていうことをあの、いい悪いじゃなくて、自分がそこにいるよあるよっていうことを、やっぱり把握できてる人が少ないなっていうふうに思ってるんですね。今、FC 東京のスタッフの中でも正直言えることなんですよ。例えば、あのチケットだったりとか、あの経理だったりとか、あのー、自分じゃなくてもできるじゃんみたいな。だから FC 東京じゃなくてもこれできるじゃんみたいな。 なんかそんなことじゃなくて、別にもう、その人がいて、その人がいるから存在してて、その存在があるからこそ成り立ってるのが組織でっていう、なんからそれを感じられる機会って結構少なかったりするんですよね。仕事においてやってると。なので、あの、いい悪いじゃなくて、もうその人がいるからこそ成り立ってるってことをどう本人が感じられるか。あのその感じられる人たちが多ければ多いほど、多分組織としては、まとまりが生まれるとか、一体感が生まれるとか、えー、自分ごと化ができるとか。 なんかそういうところにつながるんじゃないかな、なんていうふうに思っています。そもそも自己存在ってやっぱり自分の内側のエネルギーなので、そのエネルギーをその肯定も否定もないんですよね。自分がいる、あるっていう存在なので。だからそれをこうお互いに知ることができる機会をどう作るかという。まあそれをビジョン語りで作ることもそうですし、あの手段としてはいろいろあるんですけど、なんかそこを意識できるかどうかってすごい大事なんじゃないかな、なんて思います。で、どうしても仕事っていうと、 なんか結果とか成果とか、その比較とか評価とか、なんかそういうことを気にするあまり、なんだろうな、あのー、なんか自分が出せなくなるとか、あのー、結果ばっかり気にしちゃうとか、なんかそういうのではなくて、やっぱ自己存在、そこをちゃんと認められる関係性があるかどうかっていうところなんじゃないかなと思います。その自己存在っていうのは、ありたい姿とか、ありのままの自分とか、素の姿ですよね。なので、まあ、ありたい姿のための、 ありたいマインドっていうものを見出していくのも大事かななんて思ってます。あの、ビジョンフレームに、えっと、右の下に自分の心情っていうのを最後書くんですけど、まあそこがまさにそのありたいマインドの原稿になるんじゃないかななんて思っていて、まあ僕の中では平常心っていう言葉が自分の中での,あのキーワードになってますね。まあそういったことも見つけていくっていうのもこの、えー、受講の時間になります。まあ皆さんにとって、 ありたいマインドって何でしょうかと。はい。あの、ちょっと考えるきっかけにしてみてください。まあ、これも今話した通りですね。まあ、自分を知ること、他者を知ること、その自己存在、他者存在っていうのを築いてあげられるかどうかっていうことですね。そのためにもビジョンを共有するっていうことです。で、これ、見たことはあります 小林さん見せましたっけなんかのタイミングで。いや、僕、小林さん見るの初めてかもしれないです。あ、まあ、本当ですかこ方はわかるんですけど、はい。はいはい、えー。ずっとしてみたのは、はい。初めてだと思いますあ。ありがとうございます。伊藤さん、見たことありますあ、いえ、あの、初めてです。あ、ありがとうございます。奈々ちゃんは私も初めて見ました。初めて、ありがとうございます。あのー、みんな結果出したいじゃないですか。 サッカーにおいても、ちょっとサッカーで考えましょう。じゃあ、<laughs> の例えばフォワードでめちゃくちゃ点取りたいと。<laughs> 俺は結果残して、例えばじゃあ年間15得点以上取ったら、あの評価がこうなって金額も上がってみたいな、<laughs> じゃあ俺点取るみたいな、まあその意気揚々とこうね、シーズン入っていく選手がいてもいいとは思うんですけど、でもそれってお前の結果じゃんみたいな、まあもちろんお前が結果出せばチームの結果になるんだけどさ、みたいなところであるんですけど、やっぱその結果だけ求めるあまり、 いや、お前の好きなようにやりたいだけじゃんってなっちゃうと、今度やっぱり関係悪くなるんじゃないですか。なので、やっぱ結果出すためには、この関係の質って一番真ん中の上のところをよくしていかないと、やっぱり結果につながんないんですよね。これは僕もあの選手の時に散々感じてきました。の自分のやりたいことだけやってもやっぱ結果出ないし、そこの周りとの関係をどうやっぱ構築して、で、 えー、グッドサイクルで言えば、その関係の質が変わってくると、まあ、グッドサイクルの一つのポイントとしては、やっぱお互いに尊重することとか、あの一緒に考える、フラットな関係性の中で物事が言い合える、まあ、そういう心理的安全性の高い組織かどうかっていうところですよね。で、そうなると、今度あの、いろんな気づきが生まれたりとか、面白い発想が生まれたりとかして、思考が変わってくると思うんですよ。今度、こうしてみようかな、みたいな。ちょっとさ、こういうようなさ、攻撃してみない、みたいな。 でそうなると、コミュニケーションも高まって、思考も変わって、今度じゃあやってみようっていう行動に変わる。で、やっぱそこで自分で考えることもそうだし、やっぱりこう、監督に言われることもそうだけど、自発的に仲間と一緒に行動することによって、あの、監督の求められてることと、自分のやりたいこと、仲間のやりたいことっていうものがこう合致してきて、結果、結果につながるみたいな。ですけど、さっきのバットサイクルだと、やっぱ自分、自分ってなってると、 やっぱりこう、うまくいかない、成果が上がらないと。じゃあ結果が出なければどうなんだ。いや、お前のせいだろ。いやいや、お前のせいだろ。みたいな <laughs> 形になると、やっぱり結果が出ないし、関係も悪くなるし、じゃあいいよ、お前がそう言って言うんだったらやらねえよみたいな、なんか思考も行動も変わっちゃうみたいな。なんかそういったあの、この成功循環モデルって面白いなと思うんですけど、まさにその関係構築をする上で、その基準となるものって何かなと思ったら、やっぱりクラブの求めてるとか、組織が求めてるビジョンっていうものを、 基準にして、判断していく、考えていくって、すごい大事なんじゃないかなと思います。リタイサッカーってそれぞれあるじゃないですか。けど、一つのビジョンを明確にするのは、多分監督なんですよね。で、監督があのビジョンを掲げるのは、じゃなぜかといったら、そのクラブが達成したいビジョンがあるから、監督がそのビジョンを掲げると。じゃそれを体現するのは誰かと思ったら選手。やっぱりその選手たちがそのビジョンというものを明確にしていないと、 それぞれのビジョンに偏ってしまって、あの関係性の質っていうのはよくならないんじゃないかな,なって、まあ、そういったところをちょっと話をしたりもします。これは僕があの、えー、と a 久ライセンスといってサッカーのコーチングライセンスを取るときに、あのー、僕の知り合いがこのグラフを作ったんですけど、まさにこれを見てその通りだなっていう。例えば、あの監督が変わったことをイメージしてください。 一番最初に。チーム変わった。なのちゃんも変わりましたと。じゃあ今はチームのこととかをなんかこう優先してやろうとするでしょ、今。チームの求められてることまずやってみようみたいな。みんなそうなんですよ。そうすると監督の言うことに対して絶対会これだっていうものを探っていくんですよ。まあこれの表にある、こう、一番左ですよね。ちょっと上がるんですよ。けど、いや監督の言うことさ、そうやって言うけどさ、とかクラブがそうやって言うけどさ、 自分のやりたいことだったりっていうのはこういうのもあるしもっとこういうふうにできるんだよねみたいなところが出てくると結構こう試行錯誤し始めてどっちつかずになって結果も出なくなってみたいな混乱期が生まれるみたいな。で、その中で大事になってくるのがで自分たちどういうサッカーしようかとかどういうクラブにしていこうかとか自分がどういうふうにありたいかっていうその明確なビジョンのもとにお互いのこの最適解といわれるもの納得解というものを導き出していく。 そうすると、自分の成長もそうだし、クラブの成長もぐーっとこう高まっていくみたいな。なんかそういったところの,あのキーワードっていうものを、あの絶対解、まあ、あと試行錯誤もそうですけど、あの最適解、納得解みたいなところを、あの組織の中で大事ですよみたいな話も第4講義でさせてもらいます。まあこれはプレイヤー目線であったりするんですけど、あのコーチングライセンスの時はこれは指導者目線とか、まあ、そういったところも まあ、引退後のことも含めてちょっと話もしたりします。まあ、いろいろ話してきたんですけど、要するに、まあ、あのビジョン大事だよねみたいな、そこでの対話大事だよねみたいな、共に育んでいくことで、アクションを起こすことによって、まあ、関係性の人を高めながら、えー、クラブのビジョン、えー、組織のビジョン、自分のビジョンっていうものを明確にして、こうチャレンジしていくことこそが、に現役でやりきることこそが、今のこの世の中、生き抜いていくため、なんかこう、 えー、生き抜くための指標となるような、あのー、人材が出ていくためには、やっぱりアスリートの中からそういう、あのー、アクションを起こして、えー、対話をして、あのー、関係構築して、アクションをまたしていくみたいな、そ,そのサイクルをできる多分人たちが増えていけばいくほど、この世の中から重宝されるんじゃないかな、みたいな。なので、今やってることも大事にしながら、この世の中に必要なことって、止められてることって、今言ったような部分なんじゃないのみたいなところの、こう、 共通項を見出していくみたいな、まあ、そういったところも講義の中に入れています。あああまあ、チームビルディングと一緒かなと思ってます。今の世界っていうのが。まあ、その中で大事なのが、ベーダー。そのベーダーを体現するためにも、まずはビジョンを掲げようよみたいな。関係性の質を高めるためにコミュニケーションだったり、えー、そういった対話をしていこうよっていうものを、この えー、ビジョナリーに生きる心の矢印革命でいきます。はい、ちょっと時間も時間なので、あとで最後、オノマトペやりたいんで、あれ、えっと、9時までですよね。はい、あでも、少し過ぎても全然大丈夫です。大丈夫ですかはい。ありがとうございます。皆さん、大丈夫ですか そんなに時間長くはないので、はい、ありがとうございます。まあ、自分を、えー、知るっていうところ、自分に矢印を向けるっていうことで、あのー、オノマトペっていうのをやりたいんですけど、オノマトペって聞いたことあります奈々ちゃん。ちちちなみにゃゃんん人人おりまますすええ目来てて嘘 <laughs> 俺見 <laughs> あっ、そっちの奈々ちゃん <laughs> ナナちゃんだってやったでしょ。はい。おさりナナちゃんの方ね。おさりナナちゃんの方が来てます。おさりえ今来た？<laughs> はいちょっと少し前に。あれ全然気づかなかったごめん。ちょっとナナちゃん <laughs> 自己紹介お願いします。<laughs> こんばんは。あ、ABU には四期の途中から参加してます。 慶應義塾大学4年生でと去年までラグビーをやっていました、はい、今は引退して大学の研究と、まあ、自分のこれからについていろいろ考えていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます奈々ちゃんはね本当にいろいろ学んでね越境してね チャレンジしてね。素晴らしいですよ。今かい、あれか帰ってきた帰ってきました。あ、帰ってきた。帰りなさい。オーストラリアだっけニュージーランドとオーストラリアです。<laughs> ーーそう、両方か。オーストラリアも。はい。行ってましたね。はい。ありがとうございます。すいません。ちょっと気づきませんでした。はい。でですね、<laughs> すいません。ちょっと進めていきたいんですけど、あの、 自分を知るっていう部分で、ちょっと自分の心に矢印を自分に向けてみるっていうところで、あのー、これ、あの、体験、経験、まあ、アスリートが多いので、プレイスタイルなんていう形で、こう、ちょっと表現をさせてもらったんですけど、あの、なんでもいいです。自分の中で、えっと、仕事でもそうですし、パフォーマンスがすごいいいな、みたいな、時の自分の状況を、オノマトペという感覚で表現をしてほしいんですね。で、えっと、奈々ちゃん、あのー、もう一人のなちゃんね、オノマトペって聞いたことない あります。あ、ある。はい。お。どんなですか。ええー。なんか、その。音とか。お。まさに。状態を。うん。音とかで表現。すること。<laughs> ですね。ですね。おっしゃる通り。その通りでございます。ありがとうございます。 まさにその音で表現するっていう、ちょっと細かく書いてあるんですけど、例えば雨だったら、激しい雨ならザーザーですけど、雨って言ってもいろんな雨ありますよね。なんかその状況をより具体的にとか細かくと言うんですけど、だけどなんかその状況が浮かぶような、はい、ことなんじゃないかなと思ってます。で、えっと、すごいらしいですよ。日本語のオノマトペって4000から5000ぐらいあるらしいです。 英語のオノマトペはちなみに150ぐらいらしいです。それぐらい日本人の感性というか、あの、まあ、そのオノマトペによって表現できる言葉もいいんじゃないかな、みたいな。はい。まあ、相手にとってわかりやすいですよね。なので、ちょっと、あの、時間も時間で短いんで申し訳ないんですけど、これ、あの、えっ、ー、と、自分を知るっていう第一講義で行う自己紹介の部分でやるんですけど、ちょっとそこだけやりたいなと思っています。 自分のプレイスタイル、まあ、これはあのアスリートに対して、ちょっとこう、プレイスタイルっていう形で表現させてもらいましたけど、まあ、自分の仕事だったりとか、なんか普段の日常生活の中で、はかどるような、スムーズにいくような状態のとき、心地のいい状態のとき、まあ、ゾーンとかフローとかって言ったりしますけど、なんかそのときの状況とか心情っていうのをちょっと自分の中でこう矢印向けてイメージして、オノマトペで3つで、3つ、ちょっと表現してほしいんですけど、 今なんか手,手元に書くものってありますはい。そしたら、あのー、ちょっと書き方だけ先に。こんな感じでちょっとベンツのマークみたいなの書いてください。あの、円を書いて。3等分するようなイメージですね、円を。で、あの、3等分したら、あの、ここに、 オノマトペ3つ書いてほしいんです。自分のプレイスタイル。あの、ダブルナ,ナちゃん、あの自分のプレイスタイルでも全然もういいですし、あの、伊藤さんのプレイスタイル僕もちょっと知りたいんで、ぜひ、あの <laughs>、どんな、あの、普段、スタイルなのかっていうところも含めて、なんか思い浮かんだものパンパンパンと3つあげてもらえればなと。大橋さんもいけそうですか、3つ。はい。 大丈夫です。はい、ありがとうございます。一応、あの、どんなものかっていうのもちょっと、うん、お参考に書いておきます。書いておくっていうか、出しておきます。 西岡さんは前に書いたやつが手元にあったりする。特にはない。まあ今はないんですけど、ちょっとまた新しく作ろうかなと思っておお。いいと思います。いいと思います。そういう感じが。奈々ちゃんは今ないです。おでも,も、けど覚えてない、ね。覚えてないもんね。 何か3つかけたらあの教えていただければ、手でも上げていただければ。ありがとうございます。小林さん、OK。ありがとうございます。あ、伊藤さんもありがとうございます。西岡さんも OK。お、早いですね、皆さん。ありがとうございます。奈々ちゃんはじゃあ大丈夫おさり奈々ちゃんの方はオッ OK。素晴らしい。 ありがとうございます早いちなみにですね、まあ、その言葉からこうちょっともう少し価値観をこう、まあ、これあの書いてあるかどうかわからないですけど、例えばガツガツって言ったら、1対1で仕掛けるみたいなことが、あの自分のプレッシャーだよみたいなで、こういう言葉で表現するよりも、なんかその感覚的なものでこう自分があのオノマトペで表現してみて、まあ、そこに言語化していくみたいな。普通だったらこう 逆だと思うんですよね。言葉でこう自分のタイプって言ったら、えー、言葉にしてみたいなところなんですけど、一つのこのマトペでいろいろこう表現ができるっていうのが良さかなって,ってます。でですね、今書いてもらったのがここなんですけど、次にですね、そこから言語化をしてほしいんです。次、あの書いたその外側にですね、 あのもう少し言語化をして、その感覚的なところから言語化、まあ、ちょっと今ここに書いてありますけど、例えばさっきのガツガツだったら、自分は1対1で仕掛けるのが好きだから、まあ、その状況を変えていくのが好きだとか、本当、一言、二言でいいんで。 石岡さんフェンシングとかでもやっぱりその攻めのスタイルとかって守りとかっていろいろあるんですかそのスタイルって。そうですね私一応フェンシングパターンでも考えてみたんですけど、うんあのー、出てきた言葉が「じりじり」と「ばんばんばん」とお<う>あと「ドーン」だったんですね <laughs>。バン,バンドーンこれって <laughs> 結構その一つ一つバラバラだったりしながらも結構繋がってたりもするじゃないですか。はい。んそんなイメージしました。はい。つがってて。つ、はい、<ー>がってます。へえー。攻撃に入ってる時の感じをイメージして。はい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 。こうジリジリ距離を詰めてとか。はいあのまあちょっとあの結構駆け引きがいやらしい部分があるんでそのオノマトが全然出てこなくて。 うん,うん、うん、だろうってうのが初めぬるぬるって出てきたんですけどぬるぬるではないなジリ <laughs> じりじりでちょっといい感じでフィットしたんでじりじりねしながら距離を詰めたりとかやっていってまあバンバンこう自分の何て言うかな攻撃をちょっと仕掛けるふりをしながら最終的にドーンっていう強いアタックを打つっていうのが結構スタイルだったんでああなるほど分かりやすいですねすごい。 僕もフェンシングのこと全然わかんないですけど、でもイメージいきますもんね。<laughs> やっぱりオノマトペというかね。はい、ありがとうございます。なんかできた方でいらっしゃいます伊藤さんとかどうですかどんなオノマトペ出ましたそうですね。ちょっとまあ、あのー、今の心境で思い浮かんだのは、まあ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、どんどん どんどんドドキドキワクワククどんは、えーまあ、この今共有いただいてる中で、まあ、冒険するであったり、まあ、自分のちょっと海外での関わりもあったのでグローバルでやったりとか、うん、まあそういったあの、まあ、ちょっと、えー、日本人の殻を破るというかそういったところでどんどん、えー、アグレッシブにいくっていうのが、うん、今までの経験。 もつ多少ありますので、まあ、ドキドキっていうのは、まあちょっとまあ自分は、あの、身長で、あの、なかなかその、なんて言うんでしょう、えっと、一歩踏み出すまでちょっと時間がかかるので、えっと、少し、まぁ、ディフェンシブなところが、まぁ、あるっていうところと、あとは最後は、ワクワクは、えぇ、まぁ、まさに、あの、この、ビューのところで、まぁ、新しい自分を、えどういうふうに表現して、まぁ、あ、 チャレンジで、できるかっていう、まあ、自分次第だと思うんですけど、そういったところの。開拓っていうところにつながるのかなっていうふうに考えてます。うん、ありがとうございます。非常にわかりやすい。なんか自分を知りながらも、こう、周りの人も、不動産のこと。をイメージされた。人は多いと思いますけど。まあ、そういった形で、こう、ね、あの。オノマトペから、言語化して、表現をするっていうのは、自分にとってもそうですし、周りにとっても伝わりやすいと。 いうところでどうでしょう小林さんはできましたもうちょい。あ、書けました。お、<う>素晴らしい。書いたんですけど、はいはい。と、ワクワクとギラギラと、あとパキパキっていうて。おまた新しい感じですね。おで、多分上の2つのこうワクワクとかギラギラっていうのはこう、情熱を持っていろんなことにチャレンジしてるイメージだと思うんですけど、うん まあ、物事がうまくいってるときってこう感情がすごく高ぶってこう、サッカーとかもそうだと思うんですけど、うん、すごくこう感情が高ぶってこう、すごく、あのー、体はこう熱くなってるのに、すごく頭は冷静というか、うん、それが多分パキパキになったのかなと思うんですけど、本当に、うんまあ、心は熱くん、ごめんなさい、体、うんうん、えっと <laughs>、 まあ、は頭は冷静に体は熱くっていうようなのがこう、まあ、自分のオノマトペかなと思いました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ナナちゃんどうですか私はあおさりあ、どっちでも。すいません。え、<あ>これは、えっと、常、ね、だ あ、常田いはい、つねだです。ね、はい。私はガツガツ、<お>カチカチ、グングンで、<ー> <laughs> なるほど、ちょっとすごいイメージしてる。私ガツガツが、えっとまあ、守備の部分で結構思い、き勢い持ってガツガツいく行ったり、その攻撃の部分でもガツガツ仕掛ける、まあ。 それができてる時が自分の良さを出してる時だと思ってるんで、うん、まあガツガツっていうのにして、まあ、ちょっとカチカチっていうのは、まあ、ちょっとマイナスな面もあるんですけど結構考えとか結構硬くなっちゃって動きとかも硬い部分があるんで、まあ、そこは結構直したい部分であるんですけどその自分を表現した。 言葉で最後のぐんぐんっていうのが、まあ、主に気持ちの面で、まあ、試合の中では結構前向きにプレーできることが多いんでその、まあ、ミスとかあってもすぐ切り替えて前向きにぐんぐん前に突き進めるような思考に持っていけてるのを、まあ、この言葉で表現しました。 でもいいですよねなんかこう自分がすごいポジティブな時と逆にそうじゃない時も感じながらのだからこうするんだみたいなところがなんかこうオノマトペの中で表現されてるというか常にねいいことばっかじゃなくてその,あの間なのかその前なのかあとには必ずちょっとこうネガティブというかあのネガティブというわけじゃないですけどちょっと緊張感のあるそういう,こうオノマトペが入ってでもそれをこう超えて もう一回こうパワー出すみたいな。なんかすごい、そういうのがすごい、あの、伝わってくるようなオノマトペ、えっ、ー、と、そして表現だったというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ、オサリナナちゃん、教えてください。はい。私は、ふわふわー。ふわふわ。ふわふわ。 やばい、電波が悪いさらっと止まった聞こえますかなんか喋るとね、あの止まっちゃうなんで聞こえますかあ、聞こえたふわふわ、にやにや さらーっと。さらっと <laughs> で、理由は、うんと、試合中の写真とか、結構笑ってて、自覚はないんですけど、なんか、タックリってる時とかも、口角が上がってたり。 します。うん、で、まあ、ラグビーしてるときも、結構ふわふわしてるんですけど、さらっとしれっと相手のボールを取ったり、たまに、ドッカーンっていうプレーをします。けど、なんか、ドッカーンではないです。ドッカーンではないの はい。あの、さらっとし、え、はい、っと。いやらしいプレイスの見たことあります。以上です。はい <laughs> まあ、最後の見れなかったですからね、でもね、本当ね、引退の試合の時、ね。まだ YouTube で見れますよ。見れる?。<laughs> はい。<laughs> いや、じゃあ、ぜひぜひ、ちょっと、皆さん、今の、あの、オノマトペ聞きながら、そんなプレーをね、似合って笑ってる。こ <laughs> なちゃんの。プレーも。うん。 見てもららえたと思いますけどちなみにすいません、あ、ななちゃんありがとうございます。ダブルななちゃん。学長はどうでしょうオノマトペで表現すると。自分を。うん。ゴリゴリ。ゴリゴリ。もうね、なんかあの、頭からこう、ゴリゴリゴリっていく感じ。はい、ゴリゴリ。はい、常に前伸びりっていう、ゴリゴリって感じと。うん 何だろうガツガツ。ガツガツ。ゴリゴリガツガツ。ガツガツはなんだろうねその、うん、戦闘能力。うんうんうん。常に持っときたいなって思う。うん。勝負っていう感じガツガツかな。うんあ。あとはキュンキュン。おおキュンキュン。はい。キュンキュンっていうのは。なお、なおのキュンキュンとはちょっと違うんやけど。はい。 か常にこう感動していたいっていう自分がいる。いろん,んなこと。はい。なんかキュンとくることが好き。えー、笑わない。笑わない。おさぎ笑わない。<laughs> いや、いいですね。そのガツガツいく中でもそうキュンキュンしてるっていうね。そこはやっぱね、忘れたくないなっていう。そうですね。 いい汚れたくないなという。あ今しめも含めて、<laughs> はい。やかましいやありがとうございます。<laughs> います, <laughs> すいません。なんかね、こういった形でこうね、あの自分をこのオマトペで表現したりしながら、こうね、対話をするっていう。まあ、それも一つの対話の一つのきっかけかな、なんていうふうに思ってます。<laughs> はい。もう、あの、発表して終わりなので。で、ちなみに僕はこんな感じです。<laughs> キュンキュン、あの、学長と一緒です。まあ、自分のプレスタイルもキュンキュンなプレスタイルだったんですけど。 自分も仲間もキュンキュンしたい、させたいというところで、そこは一緒だと思います。その前には、そうそう上がって、じュわーみたいな、なんかこんな感じのオノマトペで表現を自分もしたりしています。はい。はい、最後ですね。あの、皆さんがこれから、あの、ABU のところで、どのような学びをするかっていうのは、これからいろいろ考えたりされると思うんですけど、まあ、僕のところは、あの、今まで話をさせてもらいました。あの、自分を知るっていうところ。 まあ、あとは自分を知りながら他者とのつながりを作るっていうこと、まあ、あとは中田学長のように、やっぱりこう、情熱を持って、エネルギーを持ってあの、自分のストーリーの、えー、と中であの、そういう熱量が生まれて、えー、新しいチャレンジをしていく、まあ、先見の明のあるというようなことあの意味をお伝えさせてもらいましたけど、まあ、そういう人たちが増えていったらあの、それこそスポーツ界、えー、アスリートあー、それを超えた世の中が、僕は本当、キラキラみんな輝いて、 あの素晴らしい世界になるんじゃないかなみたいな、あのそういうことを思いがきながら、この ABU であの学ばせてもらったり、発信をさせてもらってますので、ぜひ皆さんで一緒に、あのこういった自分のこともそうですし、あの世の中、アスリート、スポーツ界というものを、なんかこう、新しい未来に向かって切り開いてい、一緒にいきたいななんていうふうに思っています。はい、少しちょっと時間オーバーしちゃいましたけど、私の話以上になりまありがとうございしたありがとうございました。 いや私も一度受けた授業でしたが、あの二度受けてもいいですね。<laughs> <laughs> また勝てるかもしれないしね。はい、そうなんです。はい、新しい今の自分ね発見できるっていうのもあるので、うん、何度も同じ授業を受けるのもありだなって今ちょっと思ってしまいました。うん、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。この1時間の講義を受けて、まあ、皆さんにも感想を後でお聞きするんですけど、せっかくおさりななちゃんが来てくださったので。うん この現在の今の ABU の受講生の視点からこう感想だったり、ちょっと今の感じてることを教えてもらえたら、皆さんに伝えてもらえたら嬉しいんですが、どうですか、ななちゃん。うんんって顔してる <laughs>。どうですか。うん、何から話そうか。長くなるぞ、これは。<laughs> <laughs> えっと。 うんうんまあ、私は、まあ、最初は就活が、えっと、コロナ禍で大学生が始まったので、就活とかラグビーなくなった自分は何するんだろうって思う気持ちでなん検索かけて、このオープンキャンパスにやってきて、えっと、 まあ、オンライン上でも、講師の方たちの暖かさを感じて、それが一番の理由で入ることを決めました。で、えっと、まあ、大学でも、いろんな起業家とか、まあ、大学の OGOB の人の話を聞いて、まあ、自分で授業をしたいなっていう、 思い自分の、まあ、いろんな価値観と照らし合わせてそう思うことは多いんですけどなかなかどう何から始めていいかわからない中で、まあ、いろんな授業を受けたり中田さんと話していく中で、まあ、い今やるべきことっていうのが明確になっていくので私ははい。 いろんな授業に出ています。はい、はい、ありがとうございます。本当に奈々ちゃんね。いろんな授業で、私はあの講義のこの管理とかをさせてもらってるんでね。よく入るんですけど、よく奈々ちゃんと出会いますよね。<laughs> い、ろんな講義で <laughs> はい。それぐらい勉強熱心で素敵な受講生だなっていつも思っております。はい、そしたらあの他の3方にも。 感想を一人ずつ短めでいいので聞かせていただいてもいいですかね。そしたら伊藤さんからお願いします。はい。あの石川さん、ええー、貴重な講義ありがとうございました。あ,のありがとうございました。そうですね。あのまあこういった授業まああの非常にあのそうですね。まあ社会人生活が長いので、まあ学びの機会というのは あのやはり9の中で、まあ、非常にこういったあの改めてその、えー、ビジョナリというところであの今の、まあ、自分の、えー、立ち位置であったり、まあえー、世の中へ今後どういうふうに、えー、貢献で,、まあ、できるのかなっていうのをちょっと考えさせられる時間を持ってたということはすごくありがたかったのであのちょっとこれを、まあ、機にあのまた 新たな学び、そして、まあ、自分自身の、まあ、そういったブラッシュアップにできるような形していきたいと思います。今日はどうやありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしたら常田さんの奈々ちゃん、<laughs> お願いします。<laughs> 今日は貴重なお時間ありがとうございました。この短時間だけでも今の自分の存在っていうのを すごく考えさせられた時間でその自分をの存在を、まあ、言語化することでそのこれからの自分の行動に移すことができるなってすごい感じたしそれがその組織としてもそういうのができればすごいいいチームになるんじゃないかなってすごい思ってすごい自分の幅も広げられるような内容で。 すごく勉強になりましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますそしたら最後に小林さんよろしくお願いしますはい今日は貴重なお話いただいてありがとうございましたと昨日のあの西岡さんの講義もそうだったんですけれどもこう普段普通に生きてるとこうなかなか自分と向き合ったりとかこう大枠で物を考えることっていうのがあまりないので本当にいい機会になったなと思いますあとやはりこの このマトペやって分かったんですけど、こう英語と日本語を比べたときに日本語の方がボキャブラリーが多いとか、まあ、今、こうに、今、イギリスに来てみて、こう、日本のいいところもすごく見えているので、まあ、そういった、いろんなものを客観的に見るきっかけになったな、というふうに思います。あと、まあ、僕は、あの、今ヨ、ヨーロッパにいるんですけど、まあ、来年、オリンピックであったりとか、まあ、ユーロっていうもので、こう、いろんなスポーツの、あの、大会というか、 がヨーロッパであるので、まあ、そういったところでこういろんな人とこう関わりを持ったりとかして、まあ、僕もあのできればこう大学にいながらちょっと関わっていきたいなと思うので、まあ、今日があのいいスタートになればなというふうに思っています、はい。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん遅い時間まで。 ありがとうございました。えっと、中田学長は東京駅のブースから追い出されたそうでいます。ズームからちょっと出て行かれてしまったんですけど、はい、えっと、中田学長と個別で相談できるのがありまして、えっと、今ちょっとチャットの方に URL を送らせていただきました。受講生の皆さんは、1人、最低1回は学長と30分の個別相談をしています。小林さんはすでにもう予定を入れてくださってるんですよね。 そうですね、来週の火曜日い、はい、ありがとうございますなので伊藤さんと,、はい、と常野菜々ちゃんは、はい、ぜひこの URL からあの学長との30分の、えっと、相談を一度やってみてください。あとその時に多分このオープンキャンパスの詳細だったりとか ABU の詳細っていうのはまたお伝えしてくれると思うのでぜひ一度学長と、ね、ゆっくりお話しするのをおすすめします。私はよく学長と お酒を飲みながら話をするのですが、<laughs> 本当そんな感じで、堅苦しいのではなくて、本当に自分の今の悩んでいることもそうだし、感じていることを全部あのぶつけてもいいですし、何か文句があれば文句言っても全然受け止めてくれますし、それぐらい、あのはい、懐の広い、そんな学長になっていますので、だからこそのこの ABU だなって私はいつも感じております。ね、おさりのななちゃん。 奈々 <laughs> ちゃんもよく学長とね、はい、キュです。<laughs> 話しているので、はい、皆さんぜひ学長と個別相談してみてください。はい、では、今日のオープンキャンパスはこれにて終わりにしたいなと思います。石川さん、最後に一言。いやいや、もうありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやいや、もうあの本当に学長、そして西岡さん、ね、奈々ちゃんもそうですけど。うん あの、ここにいるメンバーって本当にあの、みんなオープンマインドで、あの気持ちのいい人たちばっかりなんですよ。あのー、なので、やっぱそこのつながりっていうところで、あの、これからいろんな刺激を与え、会える関係を築けると思いますし、何よりやっぱりエネルギーを持って、あの、この学びに来てるので、なんかみんな、ね、あの、こう、ま、先ほども話ししましたけど、この、なんかスポーツ界だったりとか、アスリートの世界だったりとか、まあ、あとは、 なんですか、ね、そこを広げて社会ですよね。もなんかこう、軽く、あのー、彩り豊かな、ものにしていければなというふうに思ってますので。あの、ぜひ、お待ちしております。あと、受講も含めて。はい。また会える日を楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、皆さん、遅い時間まで、お付き合い、くださって、ありがとうございました。これで、終わりにしたいと思います。はい、はい。ありがとうございます。はありがとうございました。

やべえみたいな感じで。残っちゃったみたいな。いやいやはい。ありがとうございました。はい。いや、楽しみですね。また新しい仲間が増えると。はい、そうですね。増えますね、これは。うーん。はい、楽しみです。また明日も明後日も明後日もあるので。え、もう、石岡さん全部出てるってことじゃ。一応全部出てますね。えー、すごい。 はい、あの途中ちょっといなくなったりすることはあるんですうん、うん、一応明日、明後日は学長が多分最初と最後できないんで、うんうん、それだけちょっと引き継いでやってって感じですね。はい。引き続きお願いします。あと TikTok もよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。<laughs> <laughs> それでは。はい、ありがとうございます。はい、失礼しま,す,おまです。失礼します。